の同級。あの星野ジャパンで勝てなかった時はつらかったでしょ。いやもう帰ったらね、もうなんていう罵声というか、あったんですか。うん、もう罵声もあるけど、お通夜みたいなもんだったな。羽田の近所のホテルついて選手がずっと、インタビューするわけですよ、俺たちなんかもうずっとこうだ。選手もかわいそうだったよな。そうですね。まあ、あの思い出はね、未だに忘れないよ。それだけやっぱ広まる思いってことですね。勝てば万軍だ。そうですね。勝たなきゃいけないんだ。まあ、でもそういう中でなんか野球やってみたかったなっていう気持ちは僕も今ありますよね、やっぱりね。まあ、そういう点ではね、山本浩二と俺と小島の3人、大学時代の同級がね、一緒に見てジャパンでね、日の丸背負って、やればという何ヶ月はね、思い出のこと。ああ、そういうことですね、うん。メダル取れてたらまた変わってたんだろうな。いや、人生ってそうなんだよ。そうですね。たらればじゃないんだけど、まあ、ないですけど、あの時こうだった。いいことがうまいこといくこともあるけど、悪いことはでも、逆にそうですね。平岡さんと出会って俺は。ああ、そういうことですね。そうなんだよ。だからね、絶対何でもかんでもね、ネガティブになっちゃう、ね。ああ、そうですね、そうですね。ましてや指導者、監督、一点に責任を果たす。で、また、勝たなきゃいけない十字架を背負って戦っていくわけですもんね。そうそうそう。だから、理由なんかねえんだよ。アンパイアがこうだったから負けたとかさ。ないですよね。何が、勝ったか負けたか。結果だけですよ、ね。どうか。何にもないもないんですよね。何にもない。勝つか負けるかだよ。それだけだ。これ、日本の代表チームをまとめていくって難しいんじゃないですか。星野の性格はね。ありますでしょ。うまいよ、転がし方が。ああ。なるほど。いろんなチームのね、主力選手が来てるでしょ。はい。だから、コロコロするときもあれば厳しいこともある。ああ、そのあたりは。さらうまかったよ。うまいんですね。ただ俺一つね、後悔じゃないけどね、残念だったらね、抑えの岩瀬がいたんだよ。はい。岩瀬がね、中国行ったときにね、体調崩してた。あ、そうなんですか。俺は分かってたんだけど、さら岩瀬、ね、それから川上天心、はい、中日の選手ばっかりですが、なんか、うん、そう、ありました。うん、そう。それで、あとで、あとで、マネージャーに批評されたのはそこなんです。それで、もっと思い出に伺ったのは、田中真央君もいました。はい。ダルビッシュもいました。涌井もいました。なんで使って。使わないんだと。だから、俺、ピッチングコーチじゃないけど、まあ、大野っていうのがいや、僕とはね、同じです。うん。まあ、たらればだけど、あの時、なんで使わなかったかな、という、ね。先発と言われるメンバーも、後ろで投げさせることができたんじゃないかということですね。一つはね、俺、賭けをしてもらいたかった。なるほど。負けてもいいから。逆にね、あれを3人ダーンと使って負けてもね、悔いは残らないですね。外野のサーブ言わないと。はい。それで最後のね、韓国戦でね。そう、それで負けて4位になるんですよね。さあ、次、アメリカに負けるんで。あれ勝ってたらもうメダルですよ。なるほど。それがね、負けててね、新井のね、逆転ホームラン打ったんだよ。はい、で、6回、和田が投げてた。でも、多分和田がもう目いっぱいだと、俺も思ったよ。はい、見てるですね。あとで、終わった後にみんな、あれ交代じゃないのって言ったんだよ。はい。それは俺、そんな気持ちだなと思ったら、続投させて、韓国の選手に。打たれて。打たれて。これあれがね、未だに忘れない。だから、かけ言ったやろ、監督は7、8、9の。あ、そうか。買い時の。あ、そうだ、監督の。中村監督の難しさだ。ところがね、後で聞いたらさ、韓国選手がね、避けないんだよ。ああ、向こう強いですからね。そうそう。ただそれだけで。違う、徴兵制度は、パンチ。免除になる。免除。なんや、こいつら。あ、勝てば免除になるんですか。そう。なんでこいつらあんな早い。避けないんだと。避けないの。さあ、後で聞いたら、韓国は免除されるんですよ。って言ったら、必死で、気合ついてきた。だから人間そうなんだよ。だから俺が偉そうな、現役時代あんまり喋んなかったけど、今すごいですよ、ね。すごいよ。藤田平さんも偉そうさんもすごい仲いいんですよ。今も？いや、今すごいですよ。
電話で考えられないですよ。あのお二人が話してる姿を見るとめちゃくちゃ話しますよ。いや俺も今でから今偉さんすごいいいでしょ。いいでしょ、ね、ないやいやいや、なんでかっていうと、あの銀座の主治医の先生が一緒なんだよ。それだよ、もう体全部分かっちゃうわ。うん、これが検査はどうやったんだよ。あ、こうだよ、ね、その電話ばっかりだよ。お前大丈夫かって。もう、ほら、もう肝臓に油がついてよ。もう贅沢病って言われてよ。って。あ、そうですか。お前長生きせえよって。でも、皆さんまだゴルフされてますよ。そりゃするだろう。うん、だって、ゴルフが2つしたから。2つじゃない、そうですよね。そうだろ。チャミさんもゴルフは全然。やるよ。やるやる、週に1回ぐらい。あ、そうですか。だからね、ゴルフできなくなって歩けなくなったらね、人生終わりやん。そうですね。趣味ないの、ね、趣味あるか趣味。まあまあ、僕もだから今、ゴルフをやるようにはしてます。まあ、歩くたらギッチョです。左ですよ。そこなんだよ。大体ね、1万2、3年前かけ、俺は毎日ね、あれなんかつけてますね。万歩がつけてんだよ。あら。これが A 型なんだよ。それでね、ちゃんとね、はい、今日は5000歩って書いてある。はいはいはい。ちょっと少なかったから明日はもうちょっと増やそうと思う。まあ、ゴルフと1万2000から5000ぐらい歩きますもんね。いや歩いたら1万7000歩。そうですよね。カードで1万2000歩。ああもう全部トータル書いてますから。A 型ですか。A 型です。大丈夫ですか。カムさん、大らかで大型じゃありませんね。はい。繊細な、ね。ここで分かっていただけたら。なんか俺 A 型決めたことねえんだよ。だけど俺ね、まあ話は飛ぶけどさ。お前もね、カフェもね、俺の大阪のマンションに来てよ。ええ、そうです。お前がおにぎりを作って。おにぎり作った。おぉ、これで皿洗いしてくれて。そうです。ご馳走になってね。全部皿洗いして。で、おむすび作って。そう。で、じゃあ帰るときに、田口さんが、うん、ちょっとドア開けてみろって開けたら、ジュインシーという王さんが使ってる圧縮マットってのがあったんですよ。うん。これはやっぱ使うのちょっと夢みたいなのありまして。ただ田口さんがお好きなやつ何本でもいいから持っていけって3本いただいて、あ、そうだった、それで1回練習使ったんですが、田口さんちょっと長いでしょ、長い34半、そう4半ですよね。で田口さんはこれぐらいの方が長いんですよ。だから使いこなせないの。だからじゃあスイングに使おうと思って、それから僕はバットスイングはその田口さんにいただいたバットでしか振らないんです。ああ、スイング、ね、だからゲームで使うバットとスイングするバットが違うんだから。なるほど。あの時俺偉いなと思ったらね、遠征行く時にね、ケイトのアンダーで袋は。あ、袋バットケースいつも入れて、ね、持ってさ、どんなに遅く飲んで帰ってもね、バット振ってました。してた。あのバットが食べさせていただいたわ。俺はね、カケみたいなね、努力家だったらもっと上段の数字上がってる。羨ましいぐらいで。いやいやいや。その時ね、田口さんの家お邪魔する時に、奥さんが迎えに来られたんですよ。まだ覚えてる。真っ白のキャデラック。椅子は真っ赤な。今、もういわゆるアメリカン。そう。ね。そう。それで奥さんが、僕後ろに乗りますから真ん中に乗りなさい。前に3人乗るのが、おしゃれなんです。うん、広いんだよな。でかいんで。で、僕真ん中にこう、奥さんが食べたりするんです。だけど俺、後で聞いたけどさ。ね、作ってくれれば皿洗いしたら、最後のね、前の神さんがあんたにやるって言ってたらしいやん。そうでしたかね。そうだよ。あと、中村勝いなかった。勝さんいました。勝さんいました。勝ちゃんが言ってたよ。あ、そうですか。あんたたちやんなさいって言われたって。いやいや、あ、そうだったかな、奥さんに。そうだったかな。そうだよ。結構厳しい奥さん。でもね、田口さん、靴下も履いたり脱いだり奥さんがしてました。見てるでしょ、もうそういうの。してくれたの。いや、奥さんと田口さんの靴を脱がしたりしてました。人の前だけだろ。あ、そうですか。びっくりして。でもね、すごいマンションで、お鍋みたいにいろんな出してくれて、やっぱり一流になると、こういうとこに住んで、こういう食事をできるんだ、こういうバットも、こう並べられるんだという、なんかこう、目標みたいなものがね。それはまあ言ってたよ、目標ができたと。6位で入っちゃったと。で、いい、そうです。ホテルで出資した。ね、6位でもこうなるんだっていうね、そういうね、あれを。そういう夢を、まあ、与えてくれました。だから中村勝弘の名前出ましたけど、僕は高校の3年生の時に、
阪神の練習1週間2軍の練習参加させてもらったんですよ。あ、そう知らなかった。その時に合宿所に泊まったんですけど、中村克弘が千葉ですから、あ、でも同じ千葉で、あの遠征に出る時に部屋の鍵を僕に渡してくれて、うん、俺の部屋を自由に使って構わないからって言われたんですけど、なかなか行けませんよね、うん、でも一回どんな部屋か見てみようと思ったら、うんうん、赤い絨毯ピシャッと敷いてあってですね、あのステレオがバーンと寮の中にあって、うん、これが一軍の選手、古風層で、古風層で、あ、映画じゃないですか、かつては映画じゃないですか、多分え、こんな大きなステレオと、え、こんな綺麗な絨毯でこんないいベッドを入れてるんだと、僕らも何にも、僕ら高校生で、その何にもラジオが1個置いてあるだけの、6畳ぐらいですからね、昔の部屋、俺たち入った時の畳が2つあって、うん、こたつがあって、そうですよね、でここにあのな着るものを入れ、はい、俺さ1年目の最初にもらった給料袋をな、入れて置いて鍵かけないで言ったらなかったら。あのね、ひょみさん、合宿じゃよく盗難があるんです。そうだな。我々の時もありました。やっぱりな、もう犯人は分かったんだけど、いや、それから振り込みになったんだ。給料袋のことがあったんだから、ね。これ、給料袋を思い出しますけど、僕らも1年目でそんな給料もらわないんで、25日にマネージャー室に行ってもらって反抗するんですね。そうそうそう、田淵さんとか、江田さんとか、皆さん、袋も大きくて、全然別のところに置いてあるんですよ。こんな暑いんだもん。いや、それはもう、年代がしょうがないよ。まあ、すごく。あの、僕らの時代の最高年俸で3000万円ぐらいじゃないですかね、田淵さんの時。そうね、10万ドルプレイヤー。そうそうそう、3000万、そうね。3600万。1ドル360円だったんですか、あの時3000万もらえば1年。10万ドルプレイヤーっていうのは、勲章、田淵さんがその阪神初めて10万ドルプレイヤーになったっていうのが渋谷にバーンって出てない。ただ我々の時1億円プレイヤーっていうのは東尾が最初かな。そうですね、東尾さんですね、落合とか言う、で落合さん、で僕はその1億手前ぐらいで終わりましたから。俺はね、西武の時ね、優勝した時にね、日本人なんか、はい、最後の方だったかな、社長とね契約に行ったんだ、ね、いくらぐらい提示してくれるかなと思ったら、その酒井社長が、田淵、お前好きな額書けって言われたの。え？え？書いちゃおうかな。交渉じゃないですね。違う違う、書いていいよって言われた。よし、1億って書いちゃおうかな。本当ですか、それ。それなんで社長が言ったかって、俺の性格で読んでんだ。ああ、なるほど。そんな書くわけねえだろうと。ねえだろうと。A 型見分けられちゃったんだ。血液の方読んでましたね。これで7000万でいいですか。うん、あ、いいよって言うんですよ、もう。あ、もうちょっと言おうかなと思ったけど、はい、7000万で終わった。あ、そうですか。あとでもっと8000万でも言っとけよ、それ。でも、せいは飲んだでしょうね、全部。飲んでる。いや、素晴らしい社長だなと思って。僕、そういう契約はしたことありません。だろ、俺もそんなの初めてで、その社長は太平洋ライオンズからの社長だった。酒井さんと有名な方で、もう人の心を呼び切る人だった。そう、西武時代は堤さんっていう方はどうだったんですか。素晴らしい人だね。あ、そうですか。すごいよ。ああ、だから俺は474本目のホームランを、はい、あのライトスタンドにね、初めて、そう、めったに打たないライト。打たないライト。それでサインして、ね、あの挨拶行った時に、堤さんいろいろお世話になりました。はい、このバット、すいませんけど。で、あ、打った方、バットですか、はい、サインして。そしたら、何十年後に、田淵君これ必要だろうって返してくれた。それで今、あの、甲子園の。あ、あの、歴史家ですね。飾ったの。あ、そうですか。うん、だから、ね、堤さんってそういう方の。あ、田淵さんは記念のホームランですからね。そう。もう、帰ってこないと思いけど。必要になるだろうからね。野球を好きな方だったんですか。大好き。スケートも好きだけど。はあ。で、返してくれた。で、いまだに残ってる。そうなると、今のソフトバンクも非常にすごい組織ですけど、当時の西武の組織ってのは素晴らしいものがあったんですか。当時の金持ちナンバーワン、杉さん、杉吉明さん。はあ。
もう今はもう全然ね、ユニクロだとか、ね、そういうのだったけど、まあ、今はソフトバンクのね、孫さんですね。孫さんって野球知らないからね。あ、そうなんですか。孫さんのお友達俺よく知ってるんだけど、そのパシリばっかりしてたんですよ。でもその方が王さんもそんなことないですよね。王さんもソフトバンク行って最高の人生を送ったと思うよ。そうですよね。山島さん王さんじゃなくてライバル2000年で戦ったわけですよね。そう、まあ、そう考えると田口さんの野球人生とも紆余曲折がある中でありすぎるよ。怪我もあり、そうですよね。人との出会いもあり、そうですね。死別もあり、ね、いやだから本当にね、毎日あげるね、俺書斎に星野と一緒の写真飾ってんだよ、それ見るとまた思い出すね。富田の写真が、ちょっと富田さんもお若いですね。瀬尾さんも亡くなるのね。富田さんもよくあの大阪で、お店がやってたじゃないですか。たまに電話かかってきてたんですよ。もういつでもいいから遊びに来いよみたいな。もう富田、星野、山本浩二は親友だからな。そうですね。2人がいなくなっちゃった。かけも俺の葬式に来てくれよな。いや、そうね。何言ってるんですか。人間っていうのはな、以前な、何度でも、まあ、でも大丈夫、何が起きるか分からないんだよ。いや、これが最後のお前との会話かもしれないんだから。まあ、次回もあります。75になったら大体こういう話になるから。もう最後です。田口さんの考える、今までの日本のプロ野球の歴史の中での、ベストナインと考えると、やっぱりワーストサードだな。かけ入れたいけど、やっぱり。いやいや、それ、OL ですね、これ。これもね。これは動かせません。動かせないね。これはわかります。うん、ここではもう、成島さん、王さんということ。キャッチャーは野村さんね。あ、野村さん。野村さんね。野村さんってのはやはり、数字的なものですか。やっぱり、ね、なんだかんだ言ったって優勝もやめることでしてるし、結果を出してるし、ね、で600本は、あの人しかいないでしょ。そうですね。800本、600本、それから500本はいるけどね。そうですね。うん、それとやっぱり。王さんに全て記録を抜かれていったわけで、そう。それまでは全て野村さんが日本の記録を持ってたわけですからね。生涯一保守。ああ、そういうことか。もう何のね、ポジション変わることなく、もう本当にキャッチャーというね、代名詞のように。これは徹したということですね。ね、野村さん。野村さん。セカンドは、これ難しいですね。森さんはね、もう星野もね、絶賛してた。高木森美さん、すごかったですよね。森さん、すごかった。もう、動物的感というか、もう、さっとこう、こっちに打ってくるっていうね、動作。そうですよね。強かった。ショートはちょっとこれ難しいですね。これね、まあ、1、2年は、吉田さんとはやったんだよ。吉田義雄さん。これもう好き嫌いの時に。これは全部。そうしたら俺が。それがお願いしますよ。好き嫌いの時にお願いしますよ。まあ結論と、先輩たちの言葉と。はい。それを聞いて、やっぱりあの体で、あの素早い、すごい、本当、牛若丸と言われた。これは私も本当に。先輩の豊田さんっていうのもいたけど。今、坂本というね。いや、素晴らしいショートです。これも日本代表するショートですね。どうしても、やっぱり、昔のイメージからすれば、吉田さんがいるかな。そうです。僕は、監督の吉田さんの1年目っていうのは、まだ若かったので、うん、一緒にこう、守って見せてくれたんですよ。そう。すごかったじゃないですか。俺もね、一つ吉田さんからね、得たものがして。たぶんじゃな、お前、奥にな、家の近所に壁があるんだろ。壁があって自分でポン、パッと書くとき、縫い目をちゃんとこう。かけろ。かけろ。パッと。これを。これですね。これを。吉田さんそれずっとやってた。それから、ここってパッとね、縫い目がペン。プッてかかってですね。うん、吉田さんはもう。いや、だから、小さいっていう、あれがあったから、マイナス点。それしかなかった。あ、早くですね。早くです。それで俺も早くなった。ああ、なるほど。じゃあ、あと、外野の、ポジション別に3人ですね。赤星も入れたいけどな。福本さんはどうですか。福本はもうセンター、福本。やっぱり入りますか、やっぱり、福本さんは。うん、そりゃそうですね、入りますね。福本っていう名前聞くとね、肌のことが引っ掛けた。ほら、出てきましたよ。48年かな、オールスターでね。ね。福本さんが1年で、俺が、バーンって言ったらね。あ、取ったやつだ西宮球場で
左中間のホームランを。お前な、こんなオールスターでな、打てねえのにお前取りやがってこの野郎ってな。そしてお前なんであんな早く取れたったら、ブレスターズの時はもうね、前なんか守ってねって言うんですよ。ああ、後ろ守ってた。後ろ守ってた。だから、ネットの前に守ってたと。なるほど。フェンスの。はいはいはい。これでバウツが取りやがって。あの網に足かけて。そう。そうですよね。そう。ありました、ありました。だから、先行のスチール、ね、いないだろう。いませんね。いませんよ。ホームランも打てるわけですからね。あの、スリコギバットで、こんなの、こんなのね。何じゃこのバットって、ね、こうやった方がいいじゃねえか。もう、ほんと、スリコギみたいな。土の子みたいな。うん。重たいの。1キロ超えてると思うんです。ただ、グリップも太くて、あ、もこっとしてるから、グリップにかかる重さはそんなかからないと思うんだけど、全体の重さはすごくある。うん、ね、それでホームランも打っていったという。これ、福本さんはやっぱ外れないと思います、私も。これはもう、一戦後のシーズン。これも、私も福本さん。はい。もう皆さん一緒だと思う。はい。あとお二人です。あと二人はね、まあ、金本な。ああ。やっぱりね、骨折しててもね、出てね、バッティングする。ああ、まあそうですね。無事これ見えばじゃないけど。休まないという強さが、金本にはありますもんね。金本を上げたいな。そうですね。うん、僕は金本がすごいなと思うのは、やっぱり一塁への全力疾走っていうのが、あそこまで走るダブルプレーを取られないバッターって。俺ね、やっぱり広島の選手っていうのは、まあ、そういうとったら、もう、たたきも込まれてるね。込まれてますよね。だから広島の OB になった人、コーチ、監督になる人多い、ね。多いですね。だから、打つとか守るとかってみんなやることなんだけど、一番基本の走るということを、ちゃんとできる人ってすごいと思う。すごいですよね。それはやっぱ金本はちゃんと、やったという、だから阪神で変わっていったんだと思うんですね。これね、体作りね、全国管理じゃないんだよ。体作りを金本が変えたと思う。ああ、そうですね。今あの上に飛んでね。ね、火を焚いて、はい、あれやってるとか。あ、ごま行ですね。ごま行やったり、これやったり、体がこんな。ねえ。それからね、日本の選手もやるのか。あ、そうです。強くなりましたね。それを変えたっていうのも、金本のトレーニング方法だ。すごいものがありましたね。まあ、それともう一人。あと一人です。大谷。出た。大谷はダメなんだ。日本でお願いします。日本でな。もういいや、もう外国行ったやつええやん。いやいや。浩二さんはダメですか。あ、いいのか。それでもいいのか。いいです、浩二。一応センターでダメちゃうなと思った。いや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 。外野で3人か。外野です。そうだな、浩二はやっぱり入るな。コウにはな、俺がいたからこそ今あの外野手となったんだよ。あ、そうなんですか。なんですか。これ話さなきゃいけない話。話す、話してください。これは、なぜならば、大学1年の時に、シーズン終わると新人戦ってあるんだよ。はいはい。で、東大球場で、私キャッチャー、ピッチャーの山本浩二。はい。ピッチャーですか。ピッチャーなんだよ。あ、浩二さんピッチャーなんですか。知らなかったわ。いや、僕知らないでした。高校時代ピッチャーだよ。それで、松永監督が、今日田口さん、山本投げさすけどな、変化球を伸ばすなと。まっすぐだけ。うん。これで、首踏んで。ええー。でもまっすぐ。ずっと。カーッ打たれる。お前なんで変化球を伸ばさないんだ。いや、監督がまっすぐしか伸ばすなって言うから、そうしたんだったら、ボコボコに打たれて。もう監督は外野にするやつだと。もうピッチャーじゃないと。外野。あ、そのために、そうそうそう。打たせたわけね。でも諦めさせた。なるほど。それでボコボコに打たれて、ね、それで外野に行って、ね、ライトに守って、それで肩が言うんだよ。いいですよね、これさ。コントロールがいいんだ、あいつ。ああ、さすがピッチャーだね。足は俺の方が速かった。本当ですか。本当ですかって、その疑いがね。お前、高校、大学の俺は足の速さはもうちょっとお前。本当ですか。聞いてみてよ。入った時はもう、田口さん。田口さん、正野に聞いてみろよ。わしんだから。一応、もう、田口さん、田口さんでしたから。いや、当時も聞いてもらわない。あ、そうですか。これで、彼が外野になって、
それで広島に指名されて、最初総合で行って、広島でああいう、あ、そうだ、うん、赤ヘル軍団、そうですね。小泉さんは遅咲きですよね、どちらかというと。ちょっと27歳ぐらいじゃないですか、本当に打ち出したのは。そう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 。うん、だけど、まあそういう点ではやっぱりあの、小葉さん。あ、小葉さんですね。あの、キルガさん。キルガさんの存在も大きいですね、小泉さんにとって。いや、もう一つすげえ話にしよう。いい、どうぞ言ってください。これが現役で辞めた時にな。58年、59年辞めた時に。広場の方が、あ、広島の方がな、松田さん前の前回、たぶしくん、うちのちょっとテスト受けないかって来たんだよ。もう、山本浩二、昼間のタブスで。あ、なるほど。面白いなと思って、ね、半分はその気になったけど、半分はもうええわと思って。あ、そんな話もあったんですか。そういうのは絶対忘れないんだよ。はあ、だから松田さんというのはそういう点では面白い、いろんな企画を持ってきた。松田さんの野球好きですもんね。で、道具を運ぶっていうのは松田さんがルーツという監督、ルーツ入りました。彼が始めたのは広島なんだよ。あの荷物を当時俺たち自分持ってましたよ。持って、バッティング持って、キャッチャー道具持って、乗り込んでたんですよ。そうです。だから、東井さんは自分のヘルメットを嫌だから、もうかっこお前の一緒に被るから、お前持っていけって言われて。そうだろ。ええ。それで、ボール係なんか、ひでも。こう、もうズボン真っ白になりますから。それでな、オータイムではボール捨てたんで、パンパン。言ったから、タイガースの今、なんでこんなボールがあるんだって。軽く。いや、でも僕の時代、1年目も運んでました。そうだろ。あの、サンドバッグのちっちゃいような、革のボールケースがあって、そこにボールを入れて、二人でこう、両方持って運んでました。俺なんかキャッチャーどう思ってる自分の。そうですよね。ビジネスアイデアに持ってってもらったんだ。だから、どうだよね、これ。いや、だから当時、ほんと荷物持っていけたんですよ、ね。これが疲れちゃうんだよ、こうやって。あれで、あの、広島のルーツ監督の時ですか。そう。あれが初めて、トラックで荷物を送るってやったのはルーツさん。あ、そうなんですか。アメリカ。それをやっぱり広島がね。なるほど。試合を取り入れた。はあ。それで、あの、広島の関係者を運転手にしてた。来てました。事故を起こした。あ、それから、それから違う。専門の会社に契約をするという。そうそう。だからね、今こう話す昔話がどんどん思い浮かんでくるよ。確かに、田部さん。荷物を運んでる頃は大変でしたね。大変だよ、お前。俺なんか岡山でよ、東京さんと飲みに行って、何人やるって、帰ったらバッグ外に置いてあってさ、村山さんの監督やって、お前ら、大阪帰りって言ったら、東京さん本当に帰っちゃったんだよ。村山さんは行かねえからな。すみませんでした。謝ったけど。東京さん帰ったんですか？東京帰っちゃったんだよ。すごい人だなと思って。あ、阪神ですけど。今日そのベストナインのピッチャーって選んでるんですよ。誰？ピッチャー聞いてなかったな。ベストナイン。ピッチャー聞いてないから。ピッチャー忘れる。ベラスはね、なんですごいかっていうと、あの強い巨人に対してまっすぐだけで抑えた男なの。ああ、なるほど。ね、受けたのは田部さん。うん、だからツーシームだなんだろう、ね、関係なく。球種がなくてもまっすぐだけで400何個の三振取ったわけですよ。そういうのをバッタバッタ取ったんですよ。だから俺はすごい。今球種がこうだああだ持ってるけど、エナスはもうとにかくまっすぐで。その理由は何なんですか、取れた理由。43点何センチのベースを出し入れできるから。コントロール上下。コントロールなんです。なんか、ボールの半分、3分の1を。半分かけたりとか言ってましたよね。だから俺が、もうダメだよって逆に言われるんですよ。いる。いや、だから、あいつはすごかったのね。巨人戦になって、モーサー、長島、特にモーサーなんて緊張してた時に、俺がまっすぐだぜ。首振るんで。まあいいやね。またまっすぐだぜ。7回組んでったのよ。同じ種類しかねえだろうって。で、まっすぐ来るんでしょ、結局。来るんだけど、その時に、王さんがタイムかけ、タイムかけ、お前なんでよ、これしかねえだろって。お前、あの時な、王さんが気合入ったらな、タイムかけるんだよ。だから俺、だから首は振ってんだよ。まだ、そうか。そんなですね。まだ。
多分佐藤の意思疎通がまだ悪いなとお前ってそういう感じですね。俺はね、球種もないのになんで球種もないのかなと思ってベンチ帰ったら A 型はこう考えるね、間をね、開けるっていうね、まあ、でも考えますもんね、うん、すごい、いやあいつ頭いいよ、うん、本当にピッチャーとしてのね、なんでそれか技術以外に持ってるね、駆け引きですか、ね、駆け引きがうまい、野球に対してはすごいですよね、すごいすごい、カッテルさんもやっぱり食べるの早いですもんね、早いです、実は、うん、すごく早いです、実は早いですね、野球に対しては遅いですよね、あ、そうです、野球筋早いですよね、だからね、何ならば高校時代に弁当早くってグラウンド魂行くから、はい、遅れると怒られる、うん、早めし慣れて慣れてるから、タモリさんの時代って僕が入る前なんか誰と食事行ってたんですか、タモリさんはプロ入って、え、プロ入ってから、うん、なんか一番仲良かったってのは誰なんですか、ダメやろな、そうだったらいないでしょ、ないないだろ、いるんでしょうけど言えないですよね、村山さんぐらいはいないな、そうなりますよね、うん、まあ学生時代はな、富田とかな、はいはい、あのプロに入ってからね、プロ入ってなかなかだから いないんですよ、一緒に飯食いに来るんだけど、いないな、ほんま、エラスなんか来たことないしな、そうでしょ、思わないし、皆さん飲みませんもんね、あ、そうだな、あ、トウさん、あ、それはわかります、僕もトウさんに本当に買い合ってもらいましたトウさんが一応行ったな、うん、今日打たないとお前明日連れていかねえぞって言われました、まあ、よっしゃいや僕オープン戦で言われましたもん、野村さんは、バーンと、まあ、オープン戦ですよね、真ん中の球打ちそうということもあるでしょ、普段強い、あの球を打ちそうにしてたのはもうダメだ、知れてるから次のとき次のとき俺じゃ得意だな、あ、お前がタンスか、あ、ホームランって大学時代記録作ったあの峰川さんって言ったら、まっすぐ行くからな、打てよってカーブ来たそれからもう死ぬ日なんですひどいな。おい、昨日の夜、お前、女とホテルから出てきたから、俺じゃないんだ、他の人に言うんだよ。そばって打席に入ってる。平気ね。でも、今日の推奨が入ってるから。はい、入ってるよ。でも、バネされたんでしょ多少。俺、例外だよ。例外ぐらいだから、絶対言わない。うん、俺は言われる方が。CE ですか、うん、キャッチャーの時に。じゃあ、俺、何も言わない人に。うん、長嶋さん、挨拶、ありがとうございます。そう、タブではそういうタイプじゃないんです。そういうタイプじゃないんです。で、野村さんが言われる試合の時に、バッターに対して何も言わなかった。言わない。タブさん言うタイプじゃないです。いつも言わない。言わない。俺はね、ヤクルトのね、あるバッターに言われたよ。タブさん、あの、ミルク代稼がない手紙から打たせてくださいって言われて。よっしゃ。それよっしゃ。大丈夫。それよっしゃでしょ。うん、絶対ピッチャー頼むからさ。あ、谷さん。本当に打ち上がってさ。あ、危ないところだよ。そんなのよくあれも、僕はあの中日が優勝を勝ってて、中尾がキャッチャーだったんですよ。中尾って僕同級生なんですね。あ、中尾な。ちょっとその時に中尾さん、打たないでって。で、なんで言わないですか、優勝勝ってた。阪神も優勝ないですから。あ、今日は打たないで。もういいよな、打たないで心配すんなって。僕それ言います。はい、全く打たないです。うん、ゲームが一方的に阪神がリードしちゃったんですよ。僕は打ってない。僕は打ってないけど、普段中尾が、本当ごめん、何がいいもう一回やりそうだよ。あ、打てるもん、投げさすか。いやいやいや、気にしないでいいよ。中尾さんいい人。いい。カフェの一番好きなものは何？食べ物で。食べ物ですか？カニですね。どうも、ケロラ。あんなめんどくさいもん。いや、この人はめんどくさない食べ物。めんどくさいけどうまいですよ。ああ、見方だ。カニめんどくさいですか？ほら、剥いてくれたら食うよ。ええ。ね、自分で剥くのは。でも、毎年。私と同じです、同じ。同じ。同じ。毎年11月の解禁の時には、あの、木の先行きますから。はい。まあ、それはもう。どちらへって。あの、セリを。セリ。ちょっとスタート取ってきましたってやつ食ってるんでね。
それで、テレビください、うちら。いや、300万ぐらいだったかな。うちら、テレビください。行きましょうよ。なんだ。これなら、ご飯ちょっとな。そうですけど。そうです、そうです。ラム様に一緒に行ってもらいましょう、昨日先ぐらいだったわ。カニが吹いてきたかね。なんでもうセットで向いてんの。好きじゃねえから。結局。長島さんと食ったら喉通らねえんだよ。誰が中島さん、昔ことで、ね、寿司屋行ってさ、ね、俺は握りゆっくり行こうと思ったら、中島さん、ガン、さん、もうお腹いっぱいだろうと、自分のいっぱいだろうな。自分、おい、フグ食ったらどう。そうそう。いや、田口さんはね、僕初めて南のフグ屋行った時に、ゴルフ箱ね、こうだ、こうやってフグ食べるんだって。いやいや、ミスターになったんだよ。うん、俺は田口さんで。そうやってフグじゃない。箸べる上にね。箸全部、つなぎだよ。え、こんなにフグ食べるんだって初めて。それも一切なかったね。もうで、輪島はね、ふるふる言ったらね、柄のね、こんな皿あるんだよ。まあ、OK ですね。これで、何も乗ってんじゃねえかって、薄いからね。絵しか見えない。名前が出てきた。54だよ、みんな。大切な仲良かったね。面白かったなぁ、いさ。村山さんなんかね、ひどいよ。チャイン決めてるじゃん。これ、選ぶのは簡単なんだよ。種類ないから。まっすぐカーブですもんね。カーブなんて曲がらへんの。落ちると言ってました、本人は。だからいいんだ、ちょうどいい。指が見たかってさ。そうです。村山さんはこれでしょ、こう。こんなフォークなんか取ったことない。あんなカーッと落ちる。取れないってこと。だからもう大変だったね、村山さんと。ワンパンドばっかり。これで巨人戦になると、セカンドがね、昔出したんだって。ああ。ありました、ありました。サインが、サインが。そう、誰のために出したんですか、バッター。サインが分かったら、セカンドボールが、これ構えてください。やってました。こうやったらまっすぐ。こうやったら、サインが。キャッチャーのサインを盗んで、バッターにしませんね。セカンドランナーにランナーがいるってことは、ヒット1本で1点入りますから。すごく大事なのは、勝負を左右するわけですよ。そうそうですね。だから当時はそういう、セカンドランナーこういうのを、サインを盗んだり、それをやってた時代がある、うん。で、当時はしょっちゅうやってたから、村山さんが、まっすぐサイン出すと、フォークボールって言うんだよ。あ、見られてると思ってですか。いや、その時知らねえよ。間違えたと思ったよ。あ、はい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 。何度も何度も同じこと繰り返すから、ベンチが行って、すいません。はい、村山さん。チャレンジだ。サイン間違えてるんですけど、何言ってんの、お前、グラウンド側だな。盗まれたらいかんから、お前。まっすぐでもいろんなボールほどってもらったら、ええことじゃねえか。受ける方だよ、それ。あら。受ける方は。うん。大変だったよ。ロンドーさんって知ってるか？知ってます、知ってます。ノーサインだよ、お前。ノーサインですか。俺のボールで何投げても取れるだろうって言われてさ。キャンプになるとね、あいつが何やるかっていうのね、マッサージしながらね、こうやってさ、ボール触ってると、ピーンとボールを、わかるよ。触ってんじゃない、ピーンと、この豆を強くしよう。あ、強くね。いつもこうやって。あ、そうですか。マッサージしながら。やっぱり見られてたんですか。見られてたんですか。見た見た。何やってんだよ。豆できない。豆できない。豆を作るってことですか。皮膚を強くするから。硬くするってこと。硬くするんだよ。豆できないように。そう、豆出血しないように。変に剥けたりなんかしないと。しないように。いや、指先を俺たちの豆と一緒だよ。指先のを作るってことだよ。内臓の街道大崎がダメだったらもうこれは良かった。すぐ豆に。豆が。栄養が。これでもうすぐパン。トゲフライズのエース。あ、そうなんですか。そうなの。なんかキャンプに行くとなんか、ストーブで焼いてる人いましたもんね。こうやって。指先を。それでもマニキュアなんだよ、マニキュア。割れないね。爪ね。爪ね。皆さん、セメンダイとかつけてる。うん。なんか、上田さんが、から聞いたんですけど、なんか、ブルペン投げてる時から、審判の人を困惑させながら、それでちょっと聞いたんです。それはバッターも一緒だよ。オーボール、長島ボールやったよ。昔は。
で今だからこそ一塁三塁のね、ミシンがハウシングアウトという当時やらないんです。でも大谷さんもちょっとそんな福祉があるじゃないですか。あれはもうやられてるよ。やられてる。アメリカのアンパイアの。やられてる。やられてる。なんでこんなのお前ストライクだって。っていうのイメージはちょっと出てますよね。で長嶋さんの場合はね、返すの早かったんだよ。スローモーションしたらここまで行ってんだよ。で、王さんは、アンパイアが、す、バーって言うと、ボールになっちゃう。あ、王さんが言う、王さんが、ボールと。スーまで。ボールって、何お前やさ。バースーって言って何がボールなんだよ。ほんで一回、エナジーがさ、何回待ったもんだから、コーラビエに、俺が文句言ってたんだよ、アンパイア。そしたら、パパパつって、アンパイアつって、ガッつって。あ、突き出した。ベンジ帰っちゃった。あ、そうですか。体重言われる前に。おやさん、あれらしい。でも何回もあったんや。あったんだ。あったんや。だからこの間の佐々木じゃねえけど、あの、アンパイアが、ね。違いだよ、有名だ。有名なんですよ。いちいち、ピッチャー言いにくなっちゃうんだよ、あんまり。こんなことしたらこうなるからね。で、終わることですよね。昔アンパイアでよく会話してて、マスクしてるから分からへんやん。なんでボールや、うん、今度はお前サインしてやるからちゃんと取ってくれよってさ、ショートあげしちゃってさ。そんなこともなる。全部アンパイアがサインしてくれよって。欲しいと。うん。そんなの、うちの親子がみたいな感じになるわけね。そういうのがいいんだよ。そういうのがいいんだよ。なんだお前は。それで、部長、頭下げないとボール見にくいから、ちゃんと取った時に頭下げろよってアドバイス。頭ガーンと当たる。ヘルメットなんて被ってないから。タムさんは背高かったから。それだから俺、見えないから、審判が。だから、ちょっとあったんですよ。高額取ると見えないんだ。ね、あと、ランナーが走ってた時に、ストップするだけで分からへんねん。分からない。あれは分からない。ストライクゾーンが。頭下げただけでも違うの。あ、なるほどね。うん、目の錯覚なんだよ。癖があるんだよね。ゴルフも絶対足の裏でね。これシンクロなんかしてる。うちに行ってないでしょ、まあ、みんなでこうやってやってるよ。だからゴルフは正からどうって僕も前から言ったけど、でも正からどうって言ったらゴルフないでしょ。どっか動かしてるじゃないですか。長嶋さんや、たま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 でもなんか絶対構えた時こう絶対構えてこうふっと構えて止まることない。でこうなんかこうなるなるなる、ええ、だからそのがちょっと焼ける前ちょっと大きいんで、はい、松山さんもそうだよね。ねえ。ほんでやるじゃないですか。やるだから、成果はどうってのはないんだよね。成果はどうだけどね、止まったボール打つのも難しいな。難しいですね。ほんまに。いやいや、そうってめっちゃ多いんだよ。いやいや、動いた方がいいな、こうやってこうやって。それは長年の経験だよ。で、最初ゴルフやったりしたらみんなスライスするからな。しますね。で、うまくなるとホッケするからな。まっすぐ飛びます。飛ばそうと思ったら人間が絶対こうなる。スライス。スライス。野球選手の時にスライスする。しますよね。開くから先に。そうですね。90度あるから。ファールで逃げる。360度使えます。ああ、そういうことね。でもいいバッターは90度しよう。プロゴルファーってみんなさ、こうなってるじゃん。ねえ。チンバックしてるやん。肘伸びるやん。俺たちこうやからな。そうですね。そう。そうですね。いや、これはタモリさんの後ろに残ってるような気がするな。もうね、年齢とともにね、飛ばなくなるな。怒るんですか。寂しくなるね。僕はでもまだ、当たれば200、70でいきます。ああ、それもう全然。いかないですか。お呼びでない。もう本当に。ばらけなの。ばらけない。ばらけなくなったけど、ちょっとしか飛ばない。ちょっとしか飛ばないと。そういうこと。触れない。まあ嬉しい反面寂しいわけですね。寂しいよ。ただのおっさんゴルフみたいな感じになってるわけね。そういう。だからアプローチがあればうまいな、39ぐらい出るもん。ああ、なるほど。最後は自慢になってましたね。大自慢や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 。あの、ピッチャーとさ、野手どっちがうまいか知ってる？ピッチャーです。なんで？使ってないからね、そういう打つ方は。知らない。いやいや、不自然。ピッチャーはね、自然でできる。ボール持ったら、最後まで投げるじゃん。バッターは止まるやん。ああ、そうですね。何もかも振らないじゃん。カーブだと止まるじゃん。
ピッチャーはもうこうあったら、もう流れが出てる。だからピッチャーも。あ、そうか、こういった時にね。そのまま。そうですね。野手は、ありますよね。困るから。もうみんなピッチャーの松坂なんて困るな。最近、なんか噂になりましたね。70度は。全体的にはピッチャーがうまいさせる。やっぱり。あ、一度もない。日本シリーズで日本シリーズやった。だけ。58年。え ?58 年。シリーズやった。最終の時。ホームランって。カーブですよね。カーブ。そう、我々も映像で見ましたもんね。だから58年。その時勝ったんですか？勝ったの優勝やな、43敗で。あ、そうか。そうそうそう、喜んでましたもん、多分さ。西本にやられたんで。あ、シュート。これ。はい、これでね。シュート打てない。いや、バックに当たるけど、全部サードボール、ショートボール。でも、あなたがちょっとバット短くて思ったよ。俺のこと覚えてる。初めて。トムさん短くなったって。バックリンクページで言うと、初めて。これぐらい短くなったんですよ。アタックしたっていうのが、西本らしい。あれね、絆創膏巻いたんだよ。あ、それでかけて。かけて。ここの。ああ、短く持つけど、グリップがかかるように。そうそう。絆創膏は腕の方を見ます。いやいや、グリップに。あ、グリップに。短く持つけど、グリップにかかる。指をかけないと打てない。ああ、そういうタイプだから。普通だと、ね、短く持たないといけないから、まあ、ぐるぐる巻きにして、同じ。あ、で、グリップエンドを。高さにしたの。グリップの高さにしたんですね。そう。これでここにかけたんです。かけたんですね。いや、トムさんは、もっと短くないですよね。初めて。そうでしょ。あの時は、西本さんに当たったんで。もっとすごいのは、星野の、ね、バーディーと投げ当たり。でさ、今日お前、星野、えらいスピードあるんだったら、あそこから、投手盤からね、マイクから投げてる。プレートのマイクから投げてんの？こんだけね、ラバーが。ラバーあります。下にね、埋めてある。あるでしょ。下にラバーがあった。ラバーにかけてるんですね。だからこっから割ってるそれはいいんですかダメに割ってたよこれで賢いのはね、割ったらね消していくよ、ごまかすお前どうしてんだよ、僕もそこから投げてますってそういう勝負だねそう、バレなきゃいいんだよそう、まあ、そういうことじゃなくってまあ、それはプロ野球1センチ1センチの勝負だもんね殺すとかね、そういう言葉を使われるスポーツですから、決して紳士のスポーツじゃないけども、使わない。ね、相手のこと盗む。相手を殺すとかさ。打球が死ぬ。そうだ、死ぬ。ごまかすとか。殺伐として言葉。まあ、センサーはこれ達者ですもんね。ああ、政治家にしてもね。政治家ですよね。ああ、最高。お前政治家なんだよ、俺会計からいるぞって。お前彼これやるからダメだって。政治家ですよ。なんでその言われたんですかこれやるっておかしいじゃないですか。いやいや、これがよく取ってる金はもう金はあるです。アイストリーが合意したらね、絶対ね、飛行機でも新幹線でも何個落ちてるか、うんまあ。お金でもあり、タバコでもあり、ライターでも。でも俺いつもアイスが立ってから、こうやっていつも調べてくる。あ、そうですか。うん、忘れでも俺が本当にあの時はね、コースであるマネージャー。ああ。アイスのマネージャー。ああ。それで、飛行機乗るときなんかはちっちゃい水買ってくる。はい。大丈夫。たまった。秘書みたいな感じで。ああ、ね、最高。それそれ。あ、そうですか。うん、全部気に使ってやったら。予算の代金の監督みたいなやつが。いや、先輩どう思われてるんですか？何にも何もね。やってもらえない。ぜひ、やる。いや、俺は生きてる間にな。あのね、生きてる間に。結構ね、YouTube で、ハイボールめっちゃ多いんです。ご存知だと思いますけど。まあまあそれも言っていただけるのはありがたいことですけど、ね、先輩としてどうですかね。何に決まってるやらないかんやれやれ。そうそうやっぱりね。いいね。阪神の OB がやらなきゃダメなんだ。今、ニュースで落合さんの名前が上がっていました。岡田さん。岡田さん。岡田さん。もちろん。巨人やらないけど、OB はね、やれば OB を応援するんだよ。うんそうですよね。うん、だから、ダメなら、YouTube でお話になったように、巨人がそういう形で監督が、うん、歴代ずっと続いてるっていうのはそういうことなんですよね。そういうこと。広島だってさ、笹岡、うん、みんなそれ OB がやってるじゃん。そうですよね。僕はそうです。じゃあ OB がやるべきだって。やるべき、派閥でしょ。だから、結局、パスナーなんですよね。名監督は選手が作るんだよ。うん、そうですよね。うん、絶対そう。だから俺、新庄を1年間な、
楽しみして見てんだよ、ね、ああそうですね、まあ、今までにない感じだから良くも悪くも良くもすごいと思って大変だと思いますけどね、うん、僕はね、まあ、そのすごいんだけど野球って結局1年終わった時の結果と選手の成績によってその選手を含めた年俸という形で評価されるわけだ、うんうん、監督が やろうとしている野球とその選手の評価ですよね、うん、球団のこの辺りがいい形で納得するイコールになれば、それでいいですよね。そこでもう20までになるんですよ。相手ね、20もいいからね、まともな男なんだよ、ね、いやすごいいい、いいね、いい子で、いい子だよ、怒られちゃう、いい子ですね、いい子ですね、本当に頑張って苦労されてるタイプ、うん、変化つけようと思われてるタイプ。トムさん、今の話ってどう見てるんですか。ん今の話なんで矢野が辞めるって言ったの。分かりますよ、来年の契約をしないっていうようなことを言ったらないです。だからなんで、どうしても分からない、分からないですよ。だから去年終わった時点で矢野辞めるって言ったんだけど、ね、入れるって球団がもうやってくださいって分かりました。ええ、今度は幹部行ったら私辞めますって。そうですね、ちょっと今回の阪神のほうが監督もやめるやめないあれちょっとまずかったですよね。まあ、まずいよ、これ今のね野球のキャッチャーね、はい、メジャーなんかもう半端じゃないほどミット動かすんだよ。動かしてます。ひどいな、ひどいです。こんだけ上げたよ、でストライク言いますもんね。日本もさ一番ひどいのは大城あのバー巨人アンパイアはそれ言うかっていう、あれをね、放送で言ったことあるんだよ。あれ、ちょっと動かすのは見苦しいですね。見苦しいよ。だから、ストライクのボールをボールにしないキャッチング練習しろ。そうそうそう。だから、ボール球をストライクにする練習はいりませんよね。うん、高めのボールはしないんだよ。うん、こう持ってくんだよ。線でいいでしょ。これぐらいでいいですよ。うちらは、なんか野球やった時は、手首だけ、まあ、こうですよね。ここまでしたらダメやろと。わかるから。だから今ね、キャッチャーミットは長いの、フォアスミットみたいな。だからできるから。あ、そうか。そう。どこに入ったか分からないから。丸じゃなくてですね。パンパンじゃないんだよ。そういうことなんだ。長くなったから、こうやっただけでストライクになる。めっちゃ面白いですね、今の話。最近、谷繁さんも、そもそもの、プレーに向けて動かすのは、その、臭いボールをストライクに取ってもらうための技術ね。で、だから、これはね、長い。長い。大城。あれが一番ひどい。見苦しい。でもキャッチングが上手いのだ。芸人だ。フルタ。芸人ですよ。めっちゃ面白いですね。そのままのキャッチングで上手いのはフルタ。昔で大悟。毎日オリオンの大悟さん。大悟さん。あと辻さん。ダンプさんでしょ。うん、ダンプさんも上手いですよね。うん、今うまいの？はい、私は失礼します。うまいでしょ？カンニングばっかりするから。はい、どうぞ。フルタンうまいのはね、こう取るよ。一緒にこうやるんだよ。こうじゃないんだよ。あ、いいですね。いいですね。錯覚なんだよ。こうやるんですね。こういうふうに、こうじゃないんですよね。そう。で、こう体入れるんだよね。あいつはうまかった。小学生に俺いるんだよ。お前ら傘差してな。学校するとどうやってカッチ誘ったの、こうやってやるか、こうやってやる、こうだったらこれをこうつけるんだって言う。ああ、そうです。一番楽な。一番楽な。定位置で、教室で休めた。この幅が一番楽な。そうですね。それ簡単に分かりやすいように。ポジションですね。うん。で、幅中に一生懸命こう、テレビに教えて。で、怪我してパイ。俺は絶対バットで、ウィークエンドね。絶対こうつけるからね。こうじゃないからね。グリップ、こうかぶせる。かけるでしょ。そうそうそう。あ、かぶせるんですか。今、佐藤もかぶせる。今前外してたんです。あ、そうだろ。ええ。あいつのバットの位置下がったら。下がりました、下がりました。これ去年から言ってるんです。あれで、あれで OK ですか。あれで OK。佐藤のバット。けど打ったね。33半ですよ。短いんだな。短いんです。右手一本で打った。高めのキロキロだよ。ホームランできるのは大谷とね、あの山川と。アスリーベースね。みんなね、のけどんなきゃダメなんですよ。大丈夫かもしれない。頭が、
後ろ片手なかったらダメなんだ。そうそう。ああ、そういうことね。気持ちいい、こういう、なんこれでも圧力で打たなかったら飛ばないし。頭がブレインバックしないよ。ああ、そうなの。あと、やらきた。この3人だね、高めのボール。やらきた。でも、トムさんのホームのホームランの時の位置が、足上げて、めっちゃいいよね。で後ろ陣みたいな上げ方だとかね。あれも自然だけどな。自然にですよ、くるくるっと回って。まあ、ね、これが終わって、あ、なんであんなんだと思って、それだけ帰ったときに来るの、バット投げるじゃないですか。なんか意識の人だよ。だから、ノー意識で。今のバッターってフィニッシュ高いんですよ。そう僕らの時より、だからフィニッシュ低いんですよね。そうそう。ピューンとこう、畳んで、ダブルこうなる、くるくるっと回るんですよね。今もう全部高いんですよ、フィニッシュは。だからさ、今言ったんだけど、高めのボール球ホームランできるのは大谷と山川と柳田って。ああ、なるほど。だから、ここですね。伸びそうになるから、伸びそうになるから。僕、今ね、低めのゾーンが動くボールがあるから、アッパー気味にバットを出していく方が、当然、低めのボール変化球が対応できるんですよ。みんな、ボールを動かそうとするから。でも、江川も言ってたように、これ、フォーシームって言うと、本当のストレートっていうのは、圧迫気味に行ったら打てないんだよね。うん、こうなっちゃうね。こう。だから、高めのボールっていうのは、アッパーでは無理なんですよ。そうなんだ。だから、そこのレベルなんでしょうね、多分。うん、だから、人間の目はね、正直だから、来た球をね、キャッチするわけ。それまた逆、ボール1個をこっちに持ってくれへんか。仮想でね。仮想で。ここに並べる。そうですね。それがなかなか難しいってことですね。できない。できない。だから、堀内のカーブなんて、ここに来たらここで待ってるっていう感じだ、うん。ここで待ってる。ここでも決まっちゃう。そうですよね。そこで決まっちゃう。そのあれには打ったわけでしょ。打った。顎で。あいつは打ったよ。ほとんど打てないですよ、堀内さん。顎上がっちゃうんですよ、僕らは。ね。漁師さんがもしもカモが飛んできたときに、飛んでるところを打ったら当たらないじゃないですか。仮想で。その前のポイントで、バーンと打って当てるわけでしょ。ここ動いてるから。でバッティングってもまさにそうで、今、田辺さんがおっしゃったように、ここからここに来るだろうという、その見方は準備してこなきゃいけないでしょ。そんな2階から落ちてくるっていうようなイメージで見えるんだけど、うん、実際にはそんな落ちてないんだと思うんですよ。うん、もらった状況のフォークボール真ん中に掘ればいいの。コース関係ないの。真ん中に掘れば縦の変化だから、コースなんか狙うことない。コース狙った方が見逃せん。ホームベースに来るフォークボールが絶対振るわけです。振る。頭の真ん中に。振るい、真ん中に。いいとこ行ったら。一応、ど真ん中にいたり来るわけ。ど真ん中が一番いいです。来るんだよね。腕の振りも一緒ですし。今のバッターで、岡本とか村上とか牧とか、その辺はどうですか？俺はやっぱり村上が一番村上迫力ありますね。迫力があるし、これ両方打てるな、うん、あいつはね、キャッチャーだったんだよ、最初、うん、そう学生時代、うん、入った時ね、バッティングがいいけど、これキャッチャーだめ、コンバートやなった、うん、あ、そうですか。そうよ。さあ、めきめきと良くなってさ、こんな体してよ。ちょっと岡本が、ちょっと弱いな。弱い。変化球に取られたら。マクが一番それで安定してる。ああ、そうですね。ねえ、どっちでも打てるし。2年前は。マキの前、ホームランバッターっていうか、ね、中距離の中での、次山川。山川大したもんだよな。うん、今年また復活したよね。すごいね。そうですね。うん。柳田も、あと何年かね、あのバッティングできるの。かなり体に負担ありますよね。ある。ありますよね。そうです。古すぎね。形が合ってないような。ないようである。ね、素人から見ると、なんか、アッパースイングみたいな、ずっと。でもね、実際だから見た、バッティングの前のティーバッティングなんかすごいちゃんと上から叩いてるけど、でも自分はアッパーになってるという意識はない。ないんですか。意識は。そうなんだ。ええ。だから多分高めのゾーン持ってるんだと思うんですけど。ああ、そういうことですね。ええ。やっぱりちゃんとやってるんですよ。その打席の入るまでちゃんとした練習っていうのは
ちゃんとしたこういう、まあ上から下じゃないんですけど、レベルに入るような。僕、甲子園で、交流戦で、何年か前、2年ぐらい前かな、パッと見たときに、あ、ちゃんと綺麗なスイングしてるんだ、あのバッテリー。レベルスイング。ね、まあ、まあ、深い。まあ、ダウンからレベルあるんですけど、あ、ちゃんと、ああ、これは打てるかなと思いました。影は、大谷が、あと何年でどっちか選ぶかっていう年齢。ああ、うん。今から行くと30ぐらいですか。あ、俺はね、これだと、いや、今27。27、30じゃないですか、30歳。俺ね、生島さんのラジオでそう言ったんだよ。うん、30までにね、うん、どっちか一つ決めないと、2頭もない、1頭もいいですよ、ね。だからもう今腰ちょっと上がって。もうね、27、17でしょ。そうですよね。もう30ぐらいまでだと思うね。おかしいわ。どちらになるんですか。俺はバッター推薦。毎日出てくる。の方がいいと。俺はね。僕はバッターがそこまですごいと思わなかったんですよ。で、なんでこの腰下打ちだったんですか。あ、ホームラン打つのに。腰下、まあまあまあ、低め。いや、ローボールヒッターっていうか、あの、ほうきで吐くような。もうイメージがそうなんですか。もうそういうイメージ。高かった、煽られてきたら、あんまり打てなかったってことですか。いや、ね、タクシさんはこの大きさだったら、手は長いですし、そう長い。やっぱり低めの方が絶対手が伸びるんですよ。なんか、当たりがいいので、真空は。だから、タクシさんは高めてポーンと立つのあんまイメージないですね。今ね、大谷のね、バッティング見てるとね、俺たちの技術とはもう、かけ離せるよ。この、すごい、すごいですか。すごいなんですよね。こんなこと言ってるやん。俺たちこんなこと言ってるやんもん。伸び寄ってんだから、そう、すごいでしょ。基礎体力だよ。絶対そうよ。山川とか。こんなボールだよ。なんか後ろでも打ってるような気がするんだよ。ただ、今の、その、打率が低いっていうのは、今のピッチャーってスピードガンだけで判断したら、僕らの時代よりも今10キロ以上スピード上がってるんでしょ。上がってるな。上がってますよね。150なんか平気だ。今平均150じゃないですか。僕らで140ですよ、ね。40、30でも早いっていう。早いって7、8で早い。映画の40超えたのも早いって早いですから。それでバッターが対応するとなると、バッターっていろんなことしなきゃいけないでしょ。守ったり走ったり、それでバッティングだけの技術上げるのは難しいから、ピッチャーってのは、先発ピッチャーは特に時間があるわけですよね。自分の時間ってのは。当然アメリカから入ってくる、そのパフォーマンスを上げるためのトレーニングだとか、そういうのを考えると、ピッチャーの技術ってすごくなっていたと思うんですよ。バッターが今それに追いついていってないですよね。さあ帰ろう。はい、どうも、すいません、ありがとうございました。お疲れ様でした。